フードクリエイターの押島愛子です。今回ご紹介するお料理はこちら、萩谷圭ちゃんの醤油味とこのグラスを使って華やいだお料理の提案をしていきたいと思います。ぜひ真似して作ってみてください。10g のゼラチンに対して80度のお湯を 400cc よく溶かして、粗熱を取ったらこのまま一晩冷蔵庫で冷やし固めます。ブロッコリーの美味しい茹で方です。沸騰したお湯 1000cc に塩小さじ1、緑色のつぼみを下に向けるように時々ひっくり返しながら茹でていってください。茹で時間は2分半きっちりです。茹で上がったらお水にさらす必要はありません。それではけいちゃんを焼いていきます。フライパンに油は引かずにそのまま中火にしてけいちゃんを入れていきます。はい、絞り出すように全部入れてくださいね。はい、焼き上がりましたので、これを粗熱を取って冷ましておいてください。ではラディッシュを彫刻していきたいと思います。私ちょっとそんな無理っていう方のために、中心に向かって削っていくだけ、もうこれだけ、この一手間だけで可愛くなるので、やってみて。グラスにはこのようにリボンを結んでおいてくださいね。一晩冷やしておいたゼリーです。ちょっと固めです。これをスプーンで潰してください。けいちゃん登場。先ほど冷やしておきました。そしてこのグラスの中に交代に詰めていきます。ゼリー、けいちゃん、ゼリー、こう交互にすることによってけいちゃんのお出汁がゼリーに移って美味しくなるんですよ。ね。グラスに詰めたけいちゃんとゼリーの上にお皿をひっくり返して乗せて、これを上から押さえ、上手にこのようにひっくり返します。この後ブロッコリー、ゆで卵などなど、お好きな具材を円を描くように盛り付けていってください。いかがだったでしょうか。特別な日のサラダっていう感じですよね。けいちゃんも美しい。このチャンネルがいいなと思われた方はいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。萩谷けいちゃんお料理チャンネルでした。